アクセス数を1000にしたいんだって一生懸命やってますよ。でも伸びてますよね、チャンネル。あ、うん、毎日のようにそう、すごいな一生懸命やってますんで、一つよろしくお願いします始めますか、作業は。はい、やってます。やってますか、はい。うちでは7月の、うん、はい、15日ごろ、目切りという作業があるんですけど、はい、それはろうそく芽がこれが伸びてきて、ある程度伸びてきて、うん、7月のだいたい15日目安にして目切りっていう作業をするんですよ。でその際、全体的な木のバランスを葉の数によって整えるんです。うん葉の数で、葉の数で整える、要するに全体的な枝の強弱ですか、はいはい、それを整えていく一つの作業なんですね。あ、いわゆる上の方は葉を、はい、たくさん取って、下の方を多めに残してみたいなこと。そうですね、それもありますけどね、はいはいはい、あまりその上の方がどうこうとかあまり僕の場合は関係なく。なるほど、商品だからか、はい、ことをで今やってる作業っていうのは葉の数を一定にしてるんですね。だいたい約3枚一組、これ一組にして、これを3つぐらいずつ残すと、1つの芽から3つ、はい、3つ、こういうのを見ると分かると思うんですけど、3つぐらい、3枚ですね。それにかつこの元にも孵化したいためにこうやって残してあります、この部分、はい、これを、ね、残しておかないと、この木はやがてどんどん芽切りをしていくと、だん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 こう伸びてくるんです。そうですね、伸びてきて芽切りを繰り返すだけですと、元に芽つぼがなくなってしまって、追い込むという作業が大きくなった場合のできなくなっちゃうんです。なるほど、芽が吹かなくなっちゃうんです。そんなもんでこうやっていくらか残しておくんです。これ落ちるまで取っておくんです。葉の木の作業なんだけど、普通は先だけ切り子を取らないんですけど、うん、中にもう一つ踏み込んで中に芽を残しておく、ね、これを残しておく。それ新芽ですよね。今あるのってこれ、ごめんなさい、新芽ですか、みんな。うん、これこっから先が今年の芽です、はい、でこれは去年の芽ですね。去年の芽、はい、去年の芽をいくらか残しておくんですね。なるほど。木を作るにはどっかで追い込みという作業をしないと、どん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 大きくなっちゃうんですね。追い込みっていうのは枝を小さく詰めるわけですね、はいはい、その時にこういうのが役に立って、芽つぼが引き抜かないで残しておくことによって、そこに芽つぼが残ってくるんですよ。残ってくるということは、追い込みかけた時にそこから不定芽が出る可能性があるわけです、うん、そのためにここに残しておくんです。なるほど分かるかな難しいちょっと整理していいですか。はい、今日やる作業はまあ葉抜きですよね、はい、でこの時期にやることなんですか。葉抜きは12月から2月ぐらいの間にやります。で新芽が出てくるじゃないですか、はい、その出てきた新芽の葉を抜くがこれですね。がこれですか、うん、作業、うん、ということです、はい、はい、で葉の量を減らすことによって、はい、そのだから樹勢を整えると、はい、木のその枝の力を整えて、大体同じような栄養バランスにするわけですね。あ、なるほど、はい、だから例えば上の方ばっかりに栄養がいかないように、はい、そうです、全体的にまんべんなく栄養がいくようにするための作業が葉抜き、はい、葉抜きってことですよね、はい、それと同時に奥の方は取らないで2つずつぐらい残していく。奥の葉っていうのはこの懐の葉、懐に残った葉 も残していくと。残していく、これは仕事をするのに、はい、すごく大変な、その葉があることによって針金かけも難しくなるし、なるほど、すごく大変なことなんだけど、うん、だけどそれを残しておかないとどんどん木は樹角が上がってくるわけですよ、はい、上がってきてボディだけはものすごく良くなるけど、枝が間延びしちゃって、うん、あ、この木は使えないな、面白くなくなっちゃったなっていう時期が必ず来るんですよ。なるほど。その時にこういう葉っぱを残しておくと、いい木が一段格の上がったいい木ができるんです。なるほど。みんなそうなんですよ。雑木も古くなって枝が間延びした時に追い込んで、うん、樹角がまた
一段階上がってくる、はい、そういうことが木を長持ちさせて長くその木が愛されるようになるんです、うん、雑木もだから松柏もみんな同じです、はい、結構ね考えるところがこれはあるんですよね。抜いていいかなみたいなことですか。そうそうそう、去年ねこの木は、あ、一昨年か、下の根を多く取りすぎちゃったんですよ、はい、で松柏は直根を触ったりなんかすると機嫌が悪くなるんですね、うん、で一度隔離してフレームの中で1年間養生したもんですからね、はいはい、だからちょっと枝のバランスが整ってないんです、うん、こういうところから4個出ちゃってたりなんかするんですよ。なるほど。芽が、床屋さんみたいな作業ですね。うん、結構ね大変なんですよ。これは、うん、一度持ち崩した木だからなおさら大変なんですけど、ね、例えばもっとちっちゃい盆栽で倉松の、はい、もうこの時期に葉っぱ抜いといた方がいいんですか。12月から2月ぐらいの間でしたらいつでも大丈夫です。2月って言っても初旬ですけどね、うん、目数が少ない木だったらやらなくてもいいとかあるんですか。目数の少ない木でもやりますよ。やりますか。ええ、クロマツがこういう作業があるんで、はい、なかなかこの作業を理解できる人はあんまりね、うーん、何度もやってりゃ分かるんですけどね。なんとなくよくやってる人は見るんですけど、うん、僕いつも盆栽教室行ってるじゃないですか。大きい木持ってる人は、うん、やっぱり日の当たるとこ当たらないところとか、うん、あと上の方が元気だったりとか、うん、そのためにやってるんですよ。うん、あの木、うん、それなんとなくわかるじゃないですか、うん、上が元気で下が元気ないからとか、うん、日当たらないところが元気ないとか、うん、だからこのぐらいのサイズになってくるとちょっとよく分かってなかったんですけど、これもやっぱり意味が、まあ、そういう意味合いも一つにはありますよね、うん、それから大きいものですと大体木の枝の樹勢が大体一定してますよね。ちょっとある程度繊細なところは木の樹勢でカバーできちゃうんですよ。これはこう小さいものですと人間の手でちゃんと枝順とか木の樹勢とか管理していかないとなかなかいい木にはならない。そうですね、かっこいいからって買っても、うん、これをやっていかないとどんどん崩れていきますもんね。そうだから、これを教えてやらなくちゃいけないんですよ動画を見た人にはぜひやってくださいと、うん、そのために私なんかこう撮ってもらってるわけですけど、これわかんないとね、あとでみんな崩しちゃう、ね、崩しちゃったらもったいないですもんね、うん、で黒松ってほら結構高価なもんでしょ。はい、だいたいこういう感じ、うん、さっきの状態ですと中には日が入らないし枝も均等ではなかったし、こうすることによって6月まで日は入るし風通しも良くなるし、うん、6月まであとは何もすることはないですね。5月頃になったら肥料をやって、はい、肥料をたくさんやって6月に肥料を切るとかそういうことを言う人いますけど、はい、肥料はこの土がいいですから、はい、肥料を入梅でも切らさずに乗っけて大丈夫なんですよ。6月の作業は芽切り。そうです。なるほど。こういう芽がありますよね、はいはい、これがどんどん伸びてくるんですよ、はい、で その芽を切るわけですね、うん、そうするとこういう葉の元に新しい芽が浮いてくるんですね。わかりました、はい、これは木さんが来るというのでだいたい芽切りをしてここが正面になります。これは葉抜きが終わったっていう。葉抜き終わったで、こっちの方は1年間養生してフレームの中で木を直していた、はい、うんうん、こっちはちょっと角度が違ってたんだよね。角度をちょっと変えて。なるほど、まあ、こっちの方が葉も短いし、はい、あれですね、大体これが大体普通の状態、うん、葉の状態ですね。養生したから葉が伸びた。そうです。で去年芽切りをしなかった。芽切りしなかった。樹勢が悪かった。ああ、なるほど。
これが、長寿バイク。長寿バイク、うん、友達が作ったものなんですよ。長寿バイクっていうのは、パチンコけどね。はいはいはい。これタネちゃんにもこう話したんですけど、うんうん、僕の友達がね、何百って刺したんですよ。あ、じゃあいっぱいのが絡み合ってるんですか、これ。それを自分で編んだんですよ。あんたんだ。それで、畑とか大きい鉢に入れて、はいはい、太らしてこれを癒着させたものなんです。将来的にどうなるんですか、これは。株立ちっていうか、ある程度座があって、そこからこう枝が分かれてるっていう、そういう昔から長寿梅が展示会なんかに使われてる、そういう樹形になってくるんですね。なってくるんですね、はい、すげえ。ボリューム感がありますよね。うん、そうですね。うん。